金箔が吹いても剥げない国産仏壇、輪島漆器仏壇店の永田光輝でございます。ただいま、松尾町の愛様に、下のお仏壇の納入をさせていただきました。こちらはですね、かなりお仏間が大きゅうございました。一軒のお仏間がございましたので、お仏壇自体も普段よりもかなり大きめのお仏壇を納めさせていただいております。で、実はここですね、下はこういう形で収納の台になっております。で、こちらをこう開けますと、中にお遺骨ですね、これはもう4基ぐらいは入るかと思います。お遺骨を収納するスペースがございます。で、ここは引き出しですね。浄土真宗の場合はですね、急いで納骨はしなくていいよとおっしゃるお寺様がございますので、もう3回忌、7回忌ぐらいまではこちらに収納されてもいいかなと思います。で、お道具も一式全部、上等のお道具をつけさせていただいております。この度、私たちの、今回が私たちの今年の初任になります。ありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。